特に現代では近世に発達した俗僧による音楽を指す場合が多く、大きく、幾多流僧曲と山田流僧曲に分かれる。三曲の一つ。僧曲の古典的な音楽においては、ことと三弦のことの合奏曲がほとんどである。そのため僧曲家とは、多くの場合、三弦、僧、自唄の三つを扱うことのできる演奏者である。また、 琴だけを扱う演奏者は、一般的に、奏奏者、奏演奏家と名乗ることが多い。近世奏曲は、戦国末期から、江戸時代初めにかけて活躍した、賢順が完成した、畜紫奏を始祖とする。彼は、浄土像でもあり、寺院に伝承される画学や歌謡を収め、また当時来日していた、秋人の帝家貞に琴を学び、これらから奏曲を作り出した。 これが、畜死ごとである。ただし、畜死層の音楽は、高尚で雅であるが、娯楽性は少なく、霊や、精神性をもんじ、また長弦も雅楽に近い、立音界によっていた。賢順の弟子の宝水に指示したのが、遠道座に属した盲目の音楽家、八橋健行であった。彼は、三味線や、古吸の名手でもあったが、 三味線の音楽などではすでに民間の新しい音階である、宮古節音階が使われ、普及していた。八橋はこれを琴に応用し、これまでの立音階による長弦から、宮古節音階による新たな長弦法である平調子・雲井調子に改めた。以後現在に至るまで、この表情詞は、琴の最も基本の長弦法とされている。 こうしてこの新たな超言法にのっとり、多数の新しい曲を作曲した。これらは、畜思想よりも、より世俗的、統制風でかつ芸術性も高く、当時の世に広く受け入れられることになった。八橋兼行の創作品には、総組歌と段物の二種があり、いずれも整然とした、学式構造を持つのが特徴である。組歌としては、名吹 雲井の曲など、段物としては、六段の蝶などが知られている。八津橋以後もこれらの形式による作曲が行われた。なお、八津橋兼業の時代には、総曲、三味線音楽はそれぞれ別の音楽として、成立しており、基本的に合奏されることはなかった。八津橋兼業の弟子たちによって、八津橋流は継承、発展していった。 八橋兼行の直接の伝承はその後も長く、受け継がれ、現在でも細々と伝えられている。八橋兼行の後、北島兼行を経て、元禄の頃に、京都の生田兼行によって総局は改変、整理されたとされる。これは、実際には、市の北島がすでに密かに行っていたのを生田が、受け継ぎ、公にしたとも言われる。また、生田県行は、 自歌曲に琴を合奏させることを始めたとされている。そして三味線の技巧に対応させるため、琴の爪の形状が大きく変えられることとなる。ただしこの時代、幾多のみならず、大阪の杉山県業の杉山流などでも、同様の流れがあり、実際には、必ずしも、幾多県業一人が行ったことではないと言われる。この他にも上方では新八橋流。 統治流なども生まれたが、それら各流艦の際は、大道正尉であり、次第に、幾多流系とでも呼ぶべき一つの流れに収束して、行った。この幾多流系はまた多くの派に分かれつつ、幕末までに計、大阪を中心にして、名古屋から中国、九州まで、広く行われるようになった。上方で宗局が早くから流星していたのに比べ、 中期まで江戸ではあまり人気がなかったのか、演奏する人が少なかった。そこで総建業の安村建業は、江戸への勢力拡大を図り、弟子のハセフ建業を江戸へ下らせ、幾多流系奏曲を広めさせたと言われる。その弟子、山田松黒に教えを受けたのが、山田建業と陽一であった。彼は、江戸っ子好みの浄瑠璃を取り入れた新作を作り、山田流奏曲を創始した。 山田は大変な美声の持ち主で、銭湯で歌ってはその技と曲を知らしめたという。彼はまたことの改良も試み、より音量の大きなことを完成させた。これを山田僧と呼び、現在では幾多流書派においても広く山田僧が愛用されている。こうして山田流僧曲は江戸人の思考に合い、 以後、江戸を中心に、東日本に普及して、幾田流と肩を並べる、大流派となった。山田流奏曲は、一中節などの浄瑠璃風の歌が、中心である。その後、幾田流系の奏曲は、奏曲独自の作曲が次第に下火になり、幕末に至るまで、膨大な数の自歌曲に、パートとして、合奏、参加することで発展していく。自歌の肩を借り、 自歌の後を追う形で進んでいったのである。つまり多くの自歌曲は、琴のパートが作られ合奏されるようになって、奏曲のジャンルともなったことになる。こうして、自歌と奏曲の一体化が進んでいった。また、さらに呼吸が合奏に加わるようになり、これら三種の楽器による合奏がよく行われるようになった。これを三曲合奏と呼ぶ。後に尺八が加わり、 現代では三支演こと、尺八による三曲合奏が圧倒的に多くなった。江戸時代中期以降、大阪の峰崎高等、三津橋高等らにより、気楽部分である手ごとを重要視した地歌の楽曲形式、手辞物が完成される。それに引き続き京都の松浦兼業、石川高等、菊岡兼業らが、 京都寺歌の曲を多数作曲し、それらの曲に八重崎兼業らが、琴のパートを作曲し、寺歌の流星と共に複雑な合奏を楽しめる、奏曲として発展した。これら京都で作られた曲群を、京物、京流手ごと物と呼び、さらに、光崎兼業、吉沢兼業、生山兼業らに引き継がれていく。さらに、江戸時代後期には、光崎兼業 吉沢賢業らによって奏曲は一段と発展する。これまでリードを続けてきた地歌は、すでにこれ以上進みようがないほど、音楽的に頂点に達し、音楽家たちは、新たな展開をことや呼吸に求めることとなった。こうして、実に、久しぶりに、地歌から離れた奏曲が再び作られ始める。光崎賢業は、古い奏曲を見直し、 組歌と段物を組み合わせた秋風の曲や複雑精緻な皇帝二重奏曲である五段絹歌を作曲した。また、吉沢賢行は雅楽の晩式帳からヒントを得て古今上司と呼ばれる長言法を考案し、この長言法による千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲を作曲した。この頃から奏曲は、 三元音楽から独立して新たに独自の発展を遂げていくことになる。なお、吉沢県行による革新的な古今上司の講話にや、それに基づく作曲は、層本来の曲を目指したこと、曲の歌詞などに古今集の和歌を多用したことなどから、復古主義と呼ばれることもある。明治時代に入り、層曲の自由からの独立は進み、寺島花野の,の、 新高砂や秋区、竹幸庭の、千茂桜など、明治新曲と呼ばれる、琴のみの曲が多く作られていく。ただし、楽曲形式的にはほとんど自歌の手ごとものの、当集であり、またこの時代でも、三味線と琴のための曲も引き続き作られてはいる。さらに、大正、昭和の時代になって、宮城道夫が、伝統に根ざし、 西洋音楽などの影響も受けた新たな曲を多数発表した。主なものとして尺八との合奏曲である春の海がある。また宮城はチェロ並みの低音域を持つ17弦や80弦を開発した。このうち17弦は邦楽合奏における低音楽器として現在でも広く使われ、独奏曲も生まれている。 ことに、大正末から昭和10年代にかけ、新しい作曲運動が大きな盛り上がりを見せ、宮城の他にも、久本源地、中村双葉、町田吉美星、中野島喜道、高森鉱山らにより、新しい形式、編成、作曲法による新曲がおびただしく作られた。これらを、新日本音楽と呼ぶ。戦後になると、邦楽系の作曲家に加え、 これまで方角には疎かったクラシック系の作曲家も創作に参入するようになってきた。現代音楽の観点からは次第にクラシック音楽との違いが希薄になり、創曲に限らずこうして創作される方角系の曲群を現代方楽と呼んでいる。現代でも西洋音楽やポピュラー音楽など幅広い分野の影響を受けて新しい曲が作曲されており、 それらは三曲、奏曲の世界において、現代曲と呼ばれている。最近の傾向としては、比較的ポピュラーに近いもの、また、アジア的要素の強い曲が増えている。近世邦楽としての奏曲は本来、組歌という歌のみの楽曲形式による曲を最も、正式なジャンルとし、またその後も、自歌と共に発展したため、歌のついている曲が多い。 純粋な器楽曲は、江戸時代を通じ、弾物と、絹ぬた物の,の数曲のみである。しかし、江戸時代後期には、器楽部分を重要視する自歌の形式である、手ごと物が非常に発展したので、それに合わせて、器楽的展開が見られた。一方、山田流奏曲は一中節など上類の音楽要素を取り入れて作曲されているため、 弾物及び四段キヌたを除きほとんどすべての曲が歌付きである。歌の付いている曲の場合、演奏家は歌を歌いながら演奏する。奏の奏法は、蓄子奏を通じ画楽のことの奏法が取り入れられている。三本の右手指に爪をはめて奏する点も変わっていない。ただ、シャミと合奏することになってから、シャミの奏法に対応するため、 爪の形に大幅な変革が行われた。中でも三味線には特に、救いという技法が多いので、幾多流山田流のことの爪では、それができるようになっている。自歌合流期の初期段階では、自歌の三弦の旋律とほぼ同様の旋律を演奏する曲が多かった。また、気楽部分では、掛け合いと呼ばれる、類似の旋律を三弦と交互に演奏するような、 作曲も見られる。その後、一般的に替えてと呼ばれる、自歌の三弦の旋律を引き立て、装飾するような、複雑な旋律の作曲が多くなっていく。さらに、自歌から独立した作曲が多くなっていくと、こと独特の双方を駆使した旋律による曲が、作曲されるようになっていった。六段の蝶、八段の蝶、乱れ、秋風の曲、五段木唄。 千鳥の曲、春の曲、夏の曲、秋の曲、冬の曲、新高佐語、水の変態、春の海、今世、千語桜ただし、これらは、創曲として作曲された曲に限る。この他にも、ことは、自唄の曲のほとんどすべてと合奏可能である。詳しくは、自唄の項目を参照のこと。また、呼吸本曲の伴奏として、 呼吸と合奏されることもある。ありがとうございます。